はいえー、ひろゆきさんの会社がライバーいだから訴えられるとはい、いう話でございましてね、えー、これ昨日ぐらいからあの切り抜きチャンネルとかでねちょこちょこ出回ってたんですけれども、えー、結構ね情報があのかなり複雑なので、えー、ざっくり整理して説明しますね、えー、何が起きたかと言いますと,、えーっとまあ、少し前のコレコレさんとひろゆきさんの,そのライブ配信の対談みたいなのがあって、まあ、その中で、えー、ひろゆきさんがコレコレさんと話してる時にえた、ー、く の,あのラ,イライバー社から、えー、打ち訴えられてますよっていう話をしてでそれが何だったかっていうと。えーまあその ひろゆきさんの持っている会社の一つの、えっと、ガジェット通信の、あの、えっと、この未来、未来検索ブラジルっていう会社があって、ひろゆきさんがそこの取締役で入ってるんだけども、この未来検索ブラジルか、失礼しました。未来検索ブラジルという会社の、これが何をやってるかっていう、そのガジェット通信っていう、その、えっと、サイトを運営していて、で、これがですね、えっと、最近、ちょっと話題になった、その、まあ、あの、ハーチュー、ハーチューとトイアンナさんの裁判で、 それでトイアナさんと一緒になってそのハーチュの妊活詐欺の話ね妊活詐欺の話を広めたっていうことでこのガジェット通信未来検索ブラジル社が訴えられたということで最近これは勝訴しましたねこれの代理人が福永克也ということで福永克也が惨敗した裁判の一つとの対象がこの未来検索ブラジル社これがひろゆきさんの関わっている会社という話でございましたねでこの惨敗した福永克也のえが訴えたねこの え、ガジェット通信。え、これがまた訴えられましたということで、え、今度はこれ何で訴えられたかっていうと、え、これがですね、まあ、あの、結構やばい話なんですよね。え、これどうやばいかっていうと、えー、これ訴えられた理由が、あのー、まあ、飯田がなぜその、この、えー、広池さんの会社を訴えたかっていうと、あの、青白王子の動画があって、で、あのー、まあ、ライバー飯田とのあの、ことについて、あの、話しますみたいなことを言った。えー、まあ、それで、えー、その動画を消せっていうことを、この、えー、 この未来検索ブラジル社に行ってきたとというここなんですねれがなんでその青路王子に直接じゃなくてこのガジェット通信この未来検索ブラジル社になぜ飯田がそれを言ったかっていうとえ実はこの未来検索ブラジル社っていうのがこの青路王子の MCN っていうのをやってるらしいんですよね。で MCN っていうのが何かっていうと、えー、そのマルチチャンネルネットワークっていうことで、まあ、YouTube の,その、まあ、サポートみたいな感じでやってて、まあ、UM とかもそれ持ってるんですけどもその、MC えっと、青路王子の MCN をこの未来検索ブラ,あブラジル社がやってるんです やってるんで,す、ね、で、えで、ー、まあだから、その、お前ら、青木浪士のチャンネル管理してるんだろう。えー、ならなん、なんで、その、あ,あの、動画消させないんだみたいなことを、えーまあ言ったらしいんですけれども、でも、その、MCA っていうのは、その、まあ、要するに、まあ、その、いろいろなんか、まあ、運営上、なんか、いろいろどうしたらいいですかみたいな、そういうのサポートとかをする会社だから、別に、その、青白浪士のチャンネルをこれ管理してるとか、そういうわけではないわけですよね。うん。で、まあ、だからその、消せとか、なんかあの、消させる金限とかもないわけだし、その、青木浪士が、未来検索ブラジル社の所属、えー、なんか、 その所属 YouTuber とかそういうわけではないから別に何の権限もないわけですよね。なんなのに、それをなんかどう取っ繕ったのか分かんないけども、この未来検索ブラジル社に、えー、ラ,イライバー社が、飯、え、田、ー、が圧力をかけて、それで消、まあまあまあさ,まあ、させられませんみたいなことを言ったら、えー、消させないのはおかしいって言って、この未来検索ブラジル社を飯田が訴えてると、まあ、いうことみたいですね。まあ、つまりだから、飯、え、田、ーまあ、がね、この,、まあ、あの青白女が出してる動画に対して、えーまあ、それをまあ消せという圧力を、まあ、あの訴訟を持ってかけてる、えー、状態っていうのが今の状態というわけですね。 まあそれがひろゆきさんの関わ、えー、かかってる会社ということがひろゆきさんと、えー、これこれさんとの,、えーまあこの対談で明らかになったということですね。ちょっと複雑なんですけどわかりましたか,あのなんか一応今こういうことが、えー、起きてるらしいと、はい、いうことみたいです。で、えー、とそうですね、あのーまあ、この切り抜きチャンネルで、ね、昨日の、えー、青白地の,その、えー、ライブ配信の中もそのことがちょっと触れられていて、でまあ、この訴訟になっていること、えー、ひろゆきさんの会社が訴えられているということ以外にもいろいろとか周りに圧力をかけて回っているみたいですよね。これは言えないこともあ,のあ,のあるみたいなんですけど。ということで、えー、かなりだから からうん、この飯田の会社このライバー社がかなりいろんなところに、えー、圧力をかけて、えー、まあなんか切り崩し工作みたいなのを行ってる、えー、らしいということみたいですね。ということでまあ一応そういうことが起きてるらしいんですけどもいやあの <laughs> なんだろうね前、まあ、だからやってることが本当に。 今、鴨頭がやってるのと、なんか、すごい近いことをやってるなーっていう印象ですよね。うん、だから、なんだろう、ほ、うん、なんか言いたいことなんだったらさ、直接言いやいいじゃんっていう話で。で、この、まあ、えっ、ー、と、言いがね、今回動いてる件に関しては、その、ね、青汁郎次の動画を消せみたいなこととかを、まあ言って、ね、これだからもう鴨頭が、その、なんか、プライバシー侵害だとかって今いろんな動画つ、えー、通報して回ってるとか似たようなやり方ですよね。あで,で、それもさ、直接さ、えー、あの、青汁郎次に直接すれば、 言えばいいわけじゃん。それもう動画を出すなりなんなりして、何、えー、だろう、それは反論すればいいわけじゃん。うん、まあ、なのにさ、いや、あのー、そういうやり方するっていう、それで、まあ、ぶっちゃけそのね、MCN っていうのが別になんかその、まあ、あのー、まあ、ちゃん、なんか別に所属クリエイターでもないわけなんだから、そこに行ったってしょうがないってことはさ、ちょっと考えたら分かるわけであって、で、しかもその、まあ、一応さ、まあ、ライバー社って、一応まあ、その配信とかの、まあ、会社じゃない、一応だからそういう業界のプロであるわけだから、それ知らないわけはないと思うんだよね。で、知らないわけ ないのにこうやってその訴訟をすることで圧力をかけようってして、これをやばいよねっていう、どう喝訴訟ですよね。その訴訟されたら、やっぱり嫌がって、その、飯田の会社とえ敵対すると、こういう嫌がらせを受けるよみたいな感じで、そういう噂が業界に広まって、じゃあちょっと、青白王子とかからないようにしとくか、みたいな、そういうことが発生するわけじゃん。っていうのが、そういう嫌がらせをするのが目的だと思うんだよね。その訴訟ってこんな、あの、ま、まともに考えたらそれは勝てるわけないから、あの、まあ、あの、だからこれは要するに、だから、スラップ訴訟ですよね。がやってるまああの洞窟訴訟と えー、全く同じやり方をしてるんだけれどもっていうだから嫌がらせをして回ってそれでだからもう金の力でね金の力で弁護士使って、うん、これはさすがにあのライバー社と福永克也が絡んでるかどうかそれは分かんないからそこまでは言及しないけれども、まあ、このライバー社のね弁護士を使ってそれで脅しをかけて回って「ああ青白子と関わると、えーまあ、こういうあのことをされるからやっぱり離れよう」みたいなことを、えー、きあの引き離し工作みたいなをやろうとしてるんだろうなというふうに思いますね。でもこのライバーっっっていうちちょょととですよね本当にちょっと、うんふっ ま、まともじゃないですよね。うん、だから、あの、すごい思考回路が、ウォーカー・リュウホーとか、鴨頭・ガシシトとかと、すごい、まあ、似てる話で、まあ、まあ、まあ、福永かつやか。まあ、その辺、その辺のラインね、その辺の、もう、あの、あタ岡詐欺師軍団と、まあ、すごい似てる、まあ、あの、やり口なんで、まあ、社長にね、市川茂弘っていう、まあ、航空の科学のね、有力信者が入ってるっていうのもあるかもしれないんだけど、うーん、まあ、ちょっとだから、うん、やり方が、なんかね、汚いっていうか、言いたいことなんだら直接体験しろよっていう、うん、話ですね。うん、まあ、 ねまあ、そもそもだって核請求してんのが悪いんじゃんって話で核請求とかさ中抜きとかしまくってそれが問題になってるからだからこういうことが起きてるんでしょっていう話だから自分で体を巻いとってなんかそれに対してなんか不当だみたいな感じでね言っていやなんか最近こういうのが多すぎてなんか本当ね嫌ですよねもうハーチューの認妊活詐欺にしたってねあのーまあ、これ負けたけど裁判でね福永克也が惨敗したけどこのこ <laughs> れだってさ妊活詐欺の話もこれをまあね敗訴しちゃったからまあねかか蹴ってかれてって言ってて言うわけだけどさ2年間これ トリアナさんこれ2年間苦しめられてるんだよこれねトリアナさんとこの、えー、未来検索ブラジルさんねあのヒロキさんの会社ね2年間ずっとこのく,くったらね訴訟に突き合わせられててそのさあのお金もこっちもさかけなきゃいけないし時間も使わなきゃいけない訴訟って面倒くさいんだよ本当にっていうだから嫌がらせをしてそれで自分に対するね反対意見をなんか封じ込めようみたいなことをするのが最近すごい流行ってるのを見るからもうこういうだからうんゴミどもはね本当に一刻も早くうんまあなんだろうねまあ滅びてほしいかなというか、ね、表舞台からまあ、えー、去って 欲しいかなという風うに思いますね はい。ということで、まあちょっと複雑な話なんだけども、えー、ざっくりまとめると、えー、飯田が、えー、青字老子の動画を消せというのを、えぇ、ー、ひろゆきさんの会社に圧力をかけて、それで、えー、訴訟になってます。ということで、ひろゆきさんの会社は、えー、この、問イアんだハーチュー、あの、訴訟のね、あの、くったらね、認可詐欺の、え訴訟がやっと終わったと思ったら、えー、またくだらね、訴訟をふっかけられてしまって、非常に、えぇ、ー、かわいそうだという話でございますね。はい。ということで、えー、これ、いろいろね、他にも、なんか、あの、言ってないみたいなんだけど、 うん、なんか他にもねこのライバー社がいろんなところに圧力、うん、かけて回ってるっていうのねちょっとあのーまあ、話聞いたからちょっとなんかいろいろこの辺の揉め事に、ね、ついて情報あればちょっと僕のところにくださいあのー、まあ当事者だとね三崎、うんまあ、さんとか当事者だからやっぱ言えないこともあると思うんだけど僕だったら、うんまあ、全然一応この件関わってないから言えることもあると思うんで、えー、なんか、ね、情報等で、あのー、ありましたら、えー、ここだけの話とかいうのでもあのいいんで教えてくださればと思いますはいということで <laughs> あの、うん、まあそうだねちょっとひい <laughs> ひろゆきさんこれはあまりにもかわいそうだなって、えー、思うのと、うんまあ、あとコレコレさんねこれこれさん、ねうん、これ,こ,れ,さんこ,れこの前のそのウームの鎌田社長の不倫の時にねまあちょっとこれ動画にしようかどうか迷ったんだけどコレコレさんもうねライバーやめた方がいいっすよ本当にこれもうあのこの前の時に言おうかなと思ったけどあのメリットがあまりにもなさすぎるんでウームと組んでるであの結局だからそのライ,、まあ、ライバーにあの所属してそこへライバーとウームが今ね、うんまあ、資本提携してるからだからコレコレさんは、えー ウームので,であの鎌田社長ねあの不倫の時のライブ配信だって圧力かけられて、えーまあ、不倫以外のねなんかやばい情報を掴んでてそれを言おうとしたら、えー、それをやったら YouTube からあのもう消されるぞみたいなこととか脅しをかけられたりとかしてたわけじゃんで。そういうのはさやっぱまあ、辛いですよねそれはやっぱ。 僕もまあ、あの、全然ちっちゃいチャンネルですけど、やっぱその情報発信をしてる人間として思うのは、そうやって圧力かけられるのがさ、一番しんどいんだよね。一番だからその動画がつまらなくなるし、自由に言いたいことが言えなくなって、これが一番致命傷になるんですよね。だから、まあ、これこれさんの、まあ、だってもう、正直トップだから、もうそんな、なんか、ウームとか、なんか、ライバーの、なんか、もうそういう、なんか、ゴミみたいなね、会社に恋削らる必要とか全くないと思うんで、もうそこ独立して、で、なんかいろいろね、あの、面倒事とかをいろいろやってくれてるっていうけど、それやってくれる会社 だからもうライバー、うん、ライバーとは縁を切ってあのウームのね、えーまあ、クリエイターとかのいろんな不祥事とかをね前みたいな感じでどんどん暴いていってほしいかなというふうに思いますよ僕は、うん、だから本当にあの組んでるメリットが何一つあの一味もないんでだから、うん、これこれさんには、うんまあ、ライバー者はもうこれは抜けるべき時が来てるんではないかなというふうに思いますねはい。ということでまあいろいろねいろ、えー、んな人間が絡んでるちょっと問題なんであれなんですけれども一応今こういうことが起き てるみたいですという話でしたね。またちょっと何か動きがあったら、えー、追加で動画を出すかもしれません。あーいイタやべえな本当にいいなマジで最高だなって思いましたね。はい、あ、えー、引き続きはいえっ、ー、と動画出していきたいと思います。